こんばんは。12月9日水曜日の夜でございます。平山茂です。どうも皆さん、今日もお疲れ様でした。ちょっと私最近貧血になってしまったということで、ちょっと焼肉を食べに来ました。はい、ちょっとせっかくなんで、めちゃくちゃいいところに来ました。ここでしっかりですね、レバーを食べて鉄分をしっかりとってですね、頻尿から脱出、頻尿じゃない貧血から脱出したいと思います。ちょっと楽しませていただきます。大丈夫ですよ、大丈夫だからね。僕も大丈夫、皆さんも大丈夫ですからね、大丈夫ですから。うん、元気もりもりになりました。皆さんもしっかり寝て、また明日からお仕事頑張りましょう。残り明日木曜日、金曜日ね、土曜日休みの方、日曜日休みの方、あとちょっとです。頑張りましょう。今夜はこの辺で失礼いたします。焼肉本当に美味しかったです。ありがとうございました。ではまた明日、おやすみなさい。平山茂でした。